こんにちは、エリーです。今日は食べてもすぐ出る循環力を養う方法5選。同じものを食べても太る人と太らない人がいる、ニキビやむくみができやすい人、血液ドロドロ高血糖高血圧になりやすい人、この違いは一体何なんでしょうか。それこそ体の循環力、食べてもきちんと出る、このサイクルがぐるぐる回っているかどうかです。ここ超重要ですよね。太る痩せるだけではなく、老ける老けない、病気になるならないの大きな境目だと思います。今日はこの循環力を爆上げする方法を5つご紹介していきたいと思います。きっと体型体調だけではなく、感情の快適さのヒントも得られると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずは簡単に解説します。体の循環力とは一体何でしょうか。ほぼ基礎代謝や自律神経と同義だと思っていただいて構いません。生きているだけで動いていく生命エネルギーのようなものですね。循環力イコール代謝とはざっくり言うと3段階に分かれます。1つ目は食事と呼吸で栄養を取り込み、2つ目はエネルギーイコール ATP を生み出し、3つ目は毒素、古くなった細胞の死骸、熱を排出する段階です。もっと簡単に言うと、材料を入れる、体を作る、余ったものを捨てる、栄養、エネルギー、デトックス、この3段階ですね。エネルギーを真ん中に置いた時、両方の収支が合わないと太りすぎ、痩せすぎ、血液ドロドロやむくみや体力不足などを引き起こします。この真ん中は基礎代謝に当たるところですね。この6割以上が内臓です。胃や膵臓、肝臓などの消化器官がほとんどですね。心臓とか脳の調子を上げるってできなくないかもしれませんが、かなり高等手段ですよね。でも消化器官ってどうでしょうか。食べるもの、食べる量、食べるタイミング、これらでかなりどうにかできそうじゃないですか。そうなんです。人間が代謝イコール循環力を上げようとするとき、唯一アプローチできるのが食なんですね。もちろん睡眠や運動も体の巡りを良くするには欠かせない要素なんですが、食の悪習慣にはその努力もほぼ打ち消されてしまうほどのダークエネルギーがある。東洋医学では体を国家として捉える考え方があります。体の中で内戦が勃発すると、それを収めるために兵士を内戦に対応させるために総動員、結果外的な防御が弱くなり、感染症など外からの病気にかかりやすくなると言われています。生活習慣病を持つ方が感染症にかかると重症化しやすいと言われているのもこの例でよく理解できますよね。東洋医学でも漢方薬や鍼灸などの外科的な手当て、さまざまなお医者さんがいるんですが、古来中国では国と人を平安にするものとして医者は国主と言われていました。その最高ランクにあたる国主が職医でした。職医は医者の中の医者であり、人々が毎日行う職で国家を安泰にしていくという強い思いの表れなんではないかと思っています。話がそれましたが、ここからは食べ物で体の循環力イコール基礎代謝を上げていく方法を具体的にお話ししていきたいと思います。入れてもすぐ出る循環力を養う方法トップ5。1つ目、30回噛んで無毒化する。実は循環力は飲み込む前から始まっています。ごっくんするまでに何回噛んでいますか。この噛むイコール咀嚼は循環力の根本的なエネルギーを持っています。このチャンネルをご覧の方ではよくご存知かもしれませんね。咀嚼回数で変わるものはズバリ唾液の量です。ごっくんするときに唾液が少ない場合、血液ドロドロの大ビハインドを負ってしまいます。唾液のすごいところ3つ。1つ目、食べ物の毒素が消える。特に微生物由来の毒素が無害化します。唾液に含まれるリゾチームが細菌の細胞壁を壊して細菌が体内で繁殖するのを防ぎます。つまり体を国家で例えるなら、スパイとして潜り込んで内戦を起こさせるものを水際でジャブジャブ洗ってきれいさっぱり無害化させるというイメージ。内部に入ってきても悪さをしなくなるということなんですね。100年前の思想家で日本のヨガ精神指導家でもある中村天風先生、インドに修行に行かれた際に水の質に悩まされたそうです。ボウフラが湧いていてなんだかすごく濁っている、
もう絶対この水飲んだらお腹壊しそう、そんな雰囲気が満載だったそうです。そんな中、中村天風先生の師匠カリアッパ先生は水を噛みながら飲めとおっしゃったそうです。するとどうでしょう、濁った細菌だらけのお水でももぐ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 ごっくんしたらお腹は無事、全然下さなかったそうです。咀嚼恐るべし、噛むことで唾液を出す、唾液には消化器官を守る酵素がたくさん入っています。お腹を壊さなかった実証、なかなか勇気のあるものだと思いますが、本当にありがとうございます。唾液のすごいところ2つ目は、消化酵素アミラーゼが膵臓の負担を軽減する。これもこのチャンネルでは何度も言っていますね。食べ物を分解する消化酵素、特に炭水化物の消化をしてくれるのがアミラーゼですね。アミラーゼは唾液と膵臓が分泌しています。1番手が唾液で2番手が膵臓というイメージです。1番手の唾液が少ないと2番手の膵臓が頑張って出さなきゃいけない。膵臓は血糖値を下げるインスリンというホルモン、これを作る臓器としても有名ですよね。実は膵臓が疲弊すると質のいいインスリンが分泌されにくくなります。血糖値を下げるために質の悪いインスリンを大量に生み出さなければいけなくなります。インスリンは脂肪蓄積ホルモン、出れば出るほど太りやすくなる、さらに余分な血糖が増えて血管がベタベタになっていく、いかにも循環力からはほど遠いところになってしまうというイメージですよね。ちなみに糖尿病は質のいいインスリンが分泌されなくなることが直接的な原因とも言われています。1番手の唾液に頑張っていただかなきゃいけませんよね。唾液のすごいところ3つ目、腸内細菌を守る。これ初めて聞く方もいらっしゃるかなと思います。腸内に住んでいる細菌、腸内細菌は体の外の世界と内側の世界の橋渡し役みたいな感じです。連携をとっている重要な役割なんですね。言ってみれば外交官みたいな感じでしょうか。食べ物に住んでいる土壌菌が体の中に入り、その土地に住むふさわしい体の状態を作ります。腸と脳はつながっている。腸脳相関って聞いたことありますよね。腸の状態を神経を伝って脳に届けている。その脳はその状態を知って体に指令を出すという感じです。体の司令塔であるセロトニンは8割が腸で作られることが分かっています。唾液は腸に悪さをする毒素を無毒化することでこの環境を守っているということなんですね。唾液を確実に出す方法は30回噛むなんですが、具体的には最初の3口ありがとうございますを3回唱えましょう。ありがとうございますって10文字なので3回で30回ですね。最初の3口は食べるという行為を落ち着いてやろうという意味も込められています。一呼吸置くみたいな感じですね。お腹が空いている時早食いを始めるとだいたい3噛みくらいで飲み込んでいること多くないですか。カレーとか勢いよく食べてしまうものはもちろん、特にお茶漬けなどサラサラ食べられるものやお水を飲みながらお食事をするという方、これ特に意識してください。噛まないでお水で流すように食べていると唾液の恩恵はいただけません。むしろ胃に負担がかかってマイナスになることすらあります。ドキッとされている方もいらっしゃると思いますが、ぜひ参考になさってください。入れてもすぐ出る循環力を養う方法トップ5、2つ目、じわっと発汗を促す。汗をかくことはやっぱり循環力が上がります。温まる食事やお風呂などいろいろやり方はあるんですが、具体的な方法については後ほど説明します。循環力には内臓や筋肉などの基礎代謝もあるんですが、発汗は熱産生と言われます。西洋医学的には全カロリーの 10% ほどと言われているので、そこまで注目されていないんですが、東洋医学では違います。万病のもとは冷え、聞いたことありますよね。熱産生をものすごく重視している考え方です。熱産生活動イコール温活ですからね。熱産生には3つの要素があります。1つ目は保温する、2つ目は毛細血管を活発にする、3つ目は余分な炎症を押し出す。1つ目の保温するは文字通り体を温める要素です。人間の細胞は37度前後で最も活発に動くと言われています。基礎代謝がマックスになるのはこのくらいの体温ということです。平熱が35度以下の方は基礎代謝がかなり低めだと思われた方がいいかもしれません。2つ目は毛細血管を活発にするです。
体温は毛細血管を循環し熱を届けます。平熱が35度台の方や手足がキンキンに冷える末端冷え症の方は明らかに毛細血管が弱くなっていて熱を届けられていない可能性があります。特に冬に霜焼けになるという方、毛細血管元気にしてあげてください。毛細血管は細胞のゴミイコール老廃物を回収する役割としても有名。肌のくすみ、目の下のクマ、肌荒れに悩まれている方もいらっしゃるかもしれませんね。3つ目は余分な炎症を押し出す。ここはかなり東洋医学的な話になります。余分な炎症とは痛み、赤み、熱を持っていることを指します。つまり陽の過剰です。陽とは陰陽の陽ですね。この陰陽について軽くおさらいします。神羅万象はすべて陰と陽の性質に分かれると言います。陽はぎゅーっと固まる、凝縮する、熱を持ち乾燥する作用。陰はボワーンと緩む、膨張し水をため冷やす性質。暴飲暴食をすると胃痛や胃炎、解毒を司る最も熱い臓器、肝臓がオーバーヒート、体内の内側、内臓に熱ごもりが発生します。熱は水を媒体として外に排出されます。尿や便、汗などがそうですね。毎日快便で熱も一緒にスルーッと出てくれるといいんですが、困ったことに内臓の熱ごもりは大腸を乾燥させ便秘を招いてしまう悪循環になってしまうことも多いんです。そんな困った熱ごもりを一瞬で解放してくれるのが発汗です。ただ発汗は一つの対症療法であり、便秘の解消や内臓に熱を持たせないことが根本解決になるのは言うまでもありません。そんな症状にお困りの方はこちらの動画、腸内洗浄、ぜひ詳しく解説していますのでご覧ください。今回は食べ過ぎてしまってオーバーヒートした熱、発汗を使って取る方法をご紹介していきたいと思います。これはもう第一大根湯ですね。大根おろし、生姜おろし、醤油をお湯または三年番茶で割ったものです。ふうふう言いながら熱々の状態で飲んでください。なんだか毎回動画で紹介していますが、もう本当に特効薬なので全国民に知っていただきたい。食べ過ぎてしまった日の夜、熱々の状態で飲むことでその日のオーバーヒートが爆発、発散、放熱されます。もしかしたら実際は発汗するまではいかないかもしれません。でも指先までじわじわ何かが動く感覚、熱くなる感覚あったら OK です。第一大根湯はハイパワーなので辛すぎて飲むのが辛い、そんな方もいらっしゃるかもしれません。そんな方は生姜パウダーをお味噌汁に追加したり、第一大根湯の大根の部分を梅干しに変えた梅生番茶もいいと思います。梅生番茶はお湯で溶くだけの瓶詰めタイプも売られています。ぜひ熱々の状態で飲んでみてくださいね。軽い運動、入浴、サウナでも体の熱ごもり、陽の過剰を追い出すことができます。ただ汗の量イコール痩せるではないことを注意してください。運動は30分から60分のウォーキング、38度くらいのお湯に20分の半身浴、サウナは水風呂と外気浴を合わせてなど無理のない範囲で行ってくださいね。入れてもすぐ出る循環力を養う方法トップ5、3つ目、腹八分が食べる上限。皆さん満腹に食べることが満足と思い込んでいませんか？それは確実に違います。自然界では腹八分が食べる量の上限ということを覚えておきましょう。これを認識しておくだけで食に対する意識が変わります。そもそも腹八分という言葉が紛らわしいんですよね。内臓がしっかり活動できるマックスの状態が腹八分、腹九分、腹十分イコール満腹は内臓にとっては完全アウト、多すぎなんです。東洋医学では食べ過ぎのことを食滞と呼んでいます。食べ物が滞る、もういかにも循環してなさそうじゃないですか。江戸時代に書かれた超ベストセラー健康指南書養生句にははっきりとこう書かれています。大食い大酒飲みは短命である。食べる量が少なければ胃腸の中に隙間があり元気が巡りやすく食べ物は消化しやすくなる、こう書かれてるんですね。元気とは本来東洋医学の言葉で体を動かす生命エネルギー、これを元の気と書いて元気と読むんですね。
つまりテンションが高くてもいつも満腹で食べ過ぎている人は元気ではないということです。とはいえついつい満腹になっちゃうよという方もいらっしゃいますよね。実は今日の動画の中にそれを防ぐヒントが隠されているんです。そう、それが30回噛むですね。いや、何も隠されているわけじゃないんですが、30回噛むです。噛むイコールリズム運動で、セロトニンという体内の指揮者が活発に分泌されるようになります。自律神経イコール心身の陰陽バランスが整い、暴食を生むような感情も落ち着いてくるんです。暴食するときは大抵イライラしていて、心身のバランスに偏りがあったときですよね。食べるときにありがとうございますを3回唱えることで心が平和になり、暴食に走ることも少なくなります。噛むことは神経を伝って脳に伝わり、食事の満足感をしっかり受け取ることができます。腹八分が食べる上限と知り、噛む回数を増やすことでいつの間にか食べるスピードもゆっくり、満腹ではないお腹の幸福感を感じることができるようになります。休みや楽しむ食事の日に時に満腹まで食べるということもあると思います。でもそれ以外の日は腹八分で幸せになれる自分を作ってみるのはいかがでしょうか。ぜひ参考になさってください。言えてもすぐ出る循環力を養う方法トップ5、4つ目、お肉と野菜は1対5で食べる、お肉が好き、タンパク質でダイエットをしているという方も多いですよね。しかしお肉をたくさん食べるのは循環力の猛烈な低下になります。お肉の主な成分タンパク質で考えると分解のレベルで差が見られます。お肉は消化に時間がかかる上、分解するときに植物性のタンパク質より大きな分子で残ることが分かっています。具体的には動物性食品は有機酸に分解されます。植物性は有機酸から炭酸ガスと水に分解されます。さらに細かくなるということですね。植物性は体に与える害のある副産物が少ないと分かっています。動物性の分解物有機酸には疲労物質の乳酸、体内の有毒ガスアンモニアなどが出ることが分かっています。お肉好きで野菜が嫌いな方に、ちょっと体臭が気になる、いつも筋肉がカチカチで固まる、お腹のガスだまりがいつも気になる、そんな方が多いのも納得できます。でも365日お肉を食べてはいけないという話ではありません。食べるときはお肉と野菜1対5くらいのバランスで食べましょう。東洋医学的に言うとお肉は動物なので陽性です。体温が高く動いて生活をする陽の性質を持ちますよね。野菜、植物は陰です。触ると冷たくてその場に留まり静かに動かず過ごす、まさしく陰の性質ですよね。生き物は陰と陽のバランスが取れた時、健康イコール中庸になることはもうお分かりですよね。お肉は陽性で凝縮しているため陽は少なく、陰性のものは膨張するので傘が必要なんですね。そのバランスが取れた状態、見た目で1対5というイメージです。また植物の陰の力は栄養学的に言うとビタミン、ミネラル、ファイトケミカルです。三大栄養素をエネルギーに変える媒体ですね。三大栄養素が材料としたら、ビタミン、ミネラルは大工さん、ファイトケミカルは老朽化防止のメンテナンス屋さんみたいなイメージです。少なくともビタミンやミネラルがないと材料は置き去りにされ、脂肪蓄積や老廃物、さらには血管の炎症を生む原因ともなります。マジで野菜超重要ですよ。とはいえそんなに食べられないよという方、絶対失敗しない方法があります。それがお味噌汁です。小学生にもできる最小難易度の味噌汁、ここに気になる野菜をドカーンと入れてみてください。大体失敗しません。野菜から出た栄養分も汁ごといただけます。さらに味噌は発酵食品、添加物がないものを選べば発酵の恩恵もいただけます。この発酵は食べ物を土に戻す流れと一緒です。食べ物で起こる場合は発酵、大地で起こる時は腐食、どちらも微生物によって分解され豊かな土壌を作ります。発酵食品で食べ物は胃の中で分解し、腸内の微生物によって吸収され豊かな血肉となります。東洋医学では胃と土は同じ性質を持つ仲間として扱われています。この表を見てみると、この縦のラインですね、土と胃ってありますよね。もうこの表も本当深いんですよね。
話はそれましたが、発酵は野菜との組み合わせで体の土壌を最適化してくれる手助けになるということなんですね。自然現象と人間の仕組みはリンクしていることが多いです。もう本当に感動する。味噌汁は私の養生ダイエットのアイテムとしても超重要な位置を占めています。私のオリジナルブランドキレイでは、無添加の発酵が続くお味噌と簡単にミネラルたっぷりのお味噌汁が作れるだし粉取り扱っておりますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクが貼ってあります。玄米と具だくさん味噌汁にプラスで野菜のおかずや魚のおかず、一汁一菜プラスおかずの組み合わせで半年で20キロレベルで痩せられた方、本当にたくさんいます。その多くの方が驚くほど心が安定してきたとおっしゃっています。不安や怒り、落ち込み、焦りが強かったけど、しれーっと生きられるようになった、細かいことはあまり気にしなくなったというお声ですね。実は陽の多すぎるお肉は怒りやイライラ、頭に血が昇る陽の感情を引き起こしやすい。逆に陰が多すぎる甘いものやお酒は落ち込みや不安、やる気がなくなる陰の感情を引き起こします。お肉と野菜1:5、このバランスを守ることでそんな揺れ動きやすい感情も安定してくる、日常生活がとても楽になるのではないかと思っています。私も養生を始めた時、この事実を知ってお肉を1ヶ月以上食べなかったんですよね。もう心の安定、体の軽さ、平熱も1度も上がって、まさしく循環力が爆上がりしたなと感じています。全然難しいことではありませんので、ぜひ試してみてください。入れてもすぐ出る循環力を養う方法トップ5、5つ目、お豆で体液を浄化する。これまたすごい話に聞こえますよね。お豆で浄化。でもこれ、このチャンネルをご覧になられている方はもう想像つくと思います。そう、小豆ですね。とにかく小豆イコール邪気払い、お赤飯ぼた餅、昔ながらの神聖な儀式で使われていたのが小豆ですね。どんな邪気払いかというと、余分なベタベタ水分イコール湿です。小豆はこの余分な水分を尿として排泄する力がものすごく強いんですね。湿とは東洋医学用語で余分な水分を表す言葉なんですが、ただのむくみではありません。大抵特に女性の不調、湿が関係していることがものすごく多いんです。例えばスイーツビュッフェに行った翌日、お酒をガンガン飲んだ翌日、そんな日は足がムックムク、これ余分な水分湿ですね。顔がパンパンになるのも湿。低気圧が近づいて体調が悪い、乗り物酔いを良くする花粉症、水を飲むのが超苦手、これも湿の仕業です。結構困ったことやってくれていますよね。小豆はオールマイティで、これ以上の質取りはないなと思っているんですが、その他にも一応紹介しておきます。下半身のむくみには黒豆、ハトムギ、玄米、トウモロコシのヒゲ、上半身のむくみには枝豆、インゲン豆、豆もやし、レンズ豆、どうやら豆類に水を押し出す力が多いように見えますよね。普段の食事で豆類を意識して摂っていただくのも、余分な水分がたまらないいい作戦だと思います。間違いなく確実に質摂っていきたいという方、小豆茶や小豆の焙煎粉末ヤンノーを使いましょう。小豆茶は1日 500ml くらい、水分補給で摂るといいと思います。ヤンノーは大さじ1杯をお湯 200ml くらいで溶いて、1日1回から2回飲むのがいいと思います。体型もものすごく変わるんですが、体調がすごく変わります。湿気は重く下に下がる性質があるので、心自体も下に下げ、気持ちの落ち込みを生む一つの原因になります。足がむくむと気持ちが下がる、なんだか想像できますよね。まさに水分の循環力を上げることで心も体も快適になっていくということがわかります。ぜひ参考になさってください。はい、いかがだったでしょうか。循環力とは体の巡りだけじゃなく心の巡りです。実は不調を感じる体はネガティブな感情も引っ張ってきます。体調が優れない時、気持ちを前向きに保つことって結構難しいですよね。でも何もポジティブを目指さなくていいんです。ニュートラルで平穏になればいい。せめて体の中の内戦を終わらせるように、内臓、血液、神経、痛めつける行動は控えましょう。これらは自分で回復する力、自然治癒力が備わっています。
なので優しく見守ってあげるだけで循環力って回復してくるんですよね。平和な体には平和の心が訪れます。人の目が気にならなくなる。嫉妬や競争心からも解放される時がきっとやってきます。その快適さを楽しみにしながら、今日の動画できるところからチャレンジしてみてください。このチャンネルではこれからも体の機能を回復させるダイエット、東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介していきます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。私がお伝えしている養生ダイエットは自然痩せ力という本にもイラスト入りで詳しく解説しております。おかげさまで7万部ありがとうございます。また各種 SNS ではエリーの食事や東洋医学の裏話をお話ししています。また YouTube メンバーシップでは毎週質問ライブを開いていて、皆様の養生生活のサポートをしております。エリーのオリジナルブランドキレイではダイエットに使えるアイテムも取り揃えています。 Amazon でも購入することができます。また渋谷のチューズベースでは2024年の1月から3月キレイの商品が現地で買えるようになっています。すべて概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひ参考になさってください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。最近味噌汁がまた美味しくなったよね。そうなの。ふるさと納税でオーガニック野菜っていっぱい届いちゃったの、うん、だからあれも野菜を使うとやっぱり味が濃くって美味しいんだよね、うん、まあ、栄養イコール美味しさみたいな感じあるよねやっぱね。まあ、味噌もとか調味料も本物にしてから本当に美味しくなったじゃん。確かに。もう揃えておくだけで誰が作っても美味しくできるよね。そうね。今日も俺が作るんだよね。よろしく。具材細かく切れるからね。よろしくね。